先日、半島テレビが公開したキプロス公文書の内容によると、欧州連合の国キプロスが2017年から2019年の間に1400件の黄金パスポートを発行し、そのうち500以上が中国人に発行されたことを示しました。欧州連合の加盟国であるキプロスは、2013年にキプロス投資計画プロジェクトを打ち出し、不動産購入などで現地の投資が215万ユーロを超えれば黄金パスポートに申請できます。半島テレビの記者の調査によれば、黄金パスポートを習得しているのはロシア、中国、ウクライナ出身が大多数です。半島テレビは約500名の中国人記者のうち、不動産会社カントリーガーデンのトップ、楊英健を含む8人の資料が公開されました。フォーブスが公表した2020年世界女性富豪ランキング6位にランクインしており、資産が203億米ドルと予想されています。彼女の資産は、主にカントリーガーデンの創始者、父、楊国強に由来します。楊国強は全国政教委員の肩書きがあるため、他国のビザあるいは永住ビザを申請することは違法ではありませんが、中国は二重国籍を認めていません。理論上、楊英健が2018年、10月23日にキプロスの移民ビザを習得してから中国籍を保留できません。公開されている情報には、成都市人大代表、ルーエンビン、武漢市江北政教委員、チェン・アンリン、元世耕省金華市政教委員、フー・ジェンジュン、山東省貧州市政教委員、ジャオ・ジェンビンがキプロスのパスポートを習得したことなども含まれています。サウスチャイナモーニングポストは、これらの人物が外国籍であると判明した場合、人大代表あるいは政教委員の資格を取り消されると指摘しました。また、国有企業の要職についている人も外国人のパスポートを持つことが禁止されていると言います。